私の名前はパニコ、32歳。在宅ワークをしながら、旦那の翔平、4歳の娘、パニミの3人で暮らしています。実は最近、私の仕事も軌道に乗ってきたため、新築を購入することが決定。まさに幸せの絶頂。でもね、もうすぐ家が完成するって時になって、翔平がとんでもないことを言い出したんです。え、仕事を辞める？ああ、今のパニコは俺の給料の倍くらい稼げてるんだし、俺が家事や育児をやって、パニコが働いた方が良くない？確かに当時、私の方が翔平よりも稼ぎが良かったのは事実です。でも、翔平、家事なんてできるの？大丈夫だって、俺はずっと外で仕事してきたんだぞ。お前は家に引きこもってるからわからないだろうけど、外で仕事するのに比べれば、家事や育児なんて、へみたいなもんだよ。そんなこと言って、本当にできる？家事や育児は、休日や休息なんてないんだよ。大丈夫だってば。何を言っても意見を変える気がないようだったので、一度、翔平の希望通りにさせてみることにしました。しかし、家事も育児もちょろい、と余裕ぶっていたくせに、主婦になって5日も経つと、案の定何もしなくなってしまったのです。おかげで元通り、私が仕事をしながら、家事と育児をすることに。それだけでなく、翔平がずっと自宅にいるため、ゲームやテレビの音が仕事部屋にまで聞こえてきて、集中できなくなっていました。さらに、お腹すいた、コーヒーが飲みたい、お菓子が切れたから買ってきて、などなど、翔平は私が仕事中でも、お構いなしに行ってきます。それだけで私はもう、ストレスが溜まり、爆発しそうになっていました。そんなある日、私に天の救いがやってきました。兄から突然、電話がかかってきたんです。パニコ、元気？もうすぐ引っ越すんだろ？ああ、お兄ちゃん。新築祝い持ってそっちに行くからさ、翔平君もいる日で都合のいい日教えてくれる？翔平ならずっと家にいるよ。え？だって翔平君はサラリーマンだろ？仕事は？実は今、翔平が家の子として私が仕事するってことになったんだけど。へえ、じゃあ翔平君が家のことやってるの？それがそうでもなくて、私は兄に翔平のせいで仕事に支障をきたしそうになってることを相談しました。そうか。ならさ、翔平くんさえ良ければうちの会社で働く？え、いいの？規模は決して大きくはないですが、実は私の兄は会社の経営者なのです。ちょうど人手が足りなかったし、よかったら。ありがとう。本人に聞いてみる。私は早速翔平に、兄の会社で働く気はないか、と聞いてみました。でも、今更働くなんてめんどくさいから嫌だ、と言われてしまいました。ところが兄が、一度見学に来てから考えてみてくれ、と翔平を説得してくれました。しぶしぶ面接に行った翔平は、帰ってくるなり、働く、と言い出しました。それから毎日、鼻歌混じりに出社していくように。私は仕事を始めてくれてほっとしていましたが、髪型や口臭、パンツの柄まで気を使うようになった翔平に、ちょっとモヤモヤする部分もありました。でもまさか、嫁の兄が経営する会社で、人の倫理に反するような行動はしないだろうと、翔平を信じることにしたんです。でも翔平はそのうち、仕事の付き合いがある、とか、仕事でストレスが溜まるから気晴らししたい、などの理由をつけて、深夜に帰宅したり、土日は決まって出かけたりするようになったのです。そんなある日、パニミと私が二人揃ってインフルエンザにかかってしまいました。病院で薬をもらって帰宅してからすぐに翔平に LINE しました。仕事中ごめんね。パニミと私が二人ともインフルになっちゃったみたいなの。は？インフル？俺に移すなよな。は？私とパニミが心配じゃないわけ？で、インフルだから何？何ってその言い方。いいから要件を言えよ。こっちは仕事中なんだからさ。明日からの土日は家にいてほしいの。あと帰りにリンゴとヨーグルトを買ってきてほしくて。無理。俺家に帰りたくない。は？めんどくさいし、インフルもらっちゃうのもやだ。たく、インフルになるとか体調管理ちゃんとしとけよな。買い物とか頼むなよ。俺に迷惑かけんなよな。はい。だから私もインフルなんだってば。
買い物行けないの。別に命に別状があるわけじゃないのに大げさだな。あとさ、俺出張があるから明日から出かける。家にいるとか絶対やだ。そんな、せめて家族が病気の時くらい手伝ってよ。母親なんだから自分で何とかしろ。じゃ、仕事中だから。翔平だってパニミの父親でしょ。翔平、ちょっと翔平。それ以来、翔平は私の LINE を未読する。私は私でパニミの看病をするのに必死。ようやくパニミが寝つくと、私もそのまま泥のように眠りについていました。早朝、まだ日が昇らないうちにパニミが泣きじゃくっている声で目が覚めました。そしてふとリビングの明かりがついていることに気がついたんです。ドアを開けると、そこにはキャリーバッグに荷物を詰めている翔平の姿が。何やらご機嫌で鼻歌を歌っています。私が起きてきたことに気がつくと、翔平は開口一番とんでもないことを言いました。うわ、やるな、映るから離れろ。俺に近づくなよ。あっち行け、しっしは。俺から出張だから、あとはよろしく。ねえ、さっきのパニミの鳴き声聞こえなかった？あ、ああ、聞こえたけど。だから何？娘が可愛くないわけ？ああ、うざ。は？自分の体調が最悪なこと、パニミのことが心配で仕方がなかったこともあり、ついカッとなって翔平を怒鳴りつけていました。なんなのあんた、いい加減にしなさいよ。自分勝手ばっかりして、本当に今日は出張なわけ？嫁と娘が苦しんでるのによくそんな下手な鼻歌なんて歌えるもんよね。その神経を疑うわ。はあ、うるせえ女。俺もう行くわ。とりあえず俺、お前らの病気もらいたくないから2週間ぐらい消えるわ。出張の後はどっか適当に泊まってくるから。そう吐き捨て、翔平は玄関から出て行ってしまったんです。私は仕方なく近くに住む弟に電話して、買い物や家のことを手伝ってもらうことにしました。電話をすると、ものの数分で弟のコレタが来てくれました。長い髪を後ろに一つで湯わき、赤いチャイナ服を着た色白のイケメンの男性を一人連れています。あ、ロシス、 Are you okay? あー、コレタ、ごめんね、急に呼び出しちゃって。助かるわ。で、その方は？彼は日中友好と関係の歴史を中華料理で勝手に表現する中華鍋クラブっていう、僕が週一で通ってるクラブのナンバースリーさ。キラン、シスとプリンセスの病気中のシェフとして呼んだのさ。その男性はあいやーと言うなり、キッチンに向かい、持参した中華鍋とお玉であっという間に中華粥を作ってくれました。これが絶品なの。食欲がなかった私もパニミもおかわりしちゃうほど。その様子を満足そうに見ていたコレタは、ちょっと出かけてくると言いました。 I'll be back soon。 するとしばらくして、コレタから一枚の写真が送られてきました。その写真にはなんと、若い女性と翔平が腕を組む姿が写っていたのです。30分ほどで帰ってきたコレタは、また誰かを連れてきました。今度の人はコートを着た白人風の痩せた背の高い金髪男。首にマフラーを巻いていて、にこやかに笑っています。コレタ、この方は？あの写真をスクープしてくれた僕のフレンドさ。彼はね、ロシアンルーレット&ボルシレシピについて語る会っていう、僕が週2で通っている会の副会長なんだよ。ある国の特殊部隊に入っていた経験があってね。特技はスパイ、趣味は笑顔で相手をプチッとひねりつぶす秘密工作さ。キラン。その人はこの短時間の間に、その相手がどこの誰で、翔平とどんな関係なのかも徹底的に調べ上げていました。写真もたくさん、次のデート場所の予定まで調べ上げてありました。嘘、こんなに詳しく、怖。するとこの相手の女、なんととても身近な人間だったんです。私はすぐに兄に翔平が本当に出張に行っているのかどうか確認しました。するとやはりの。おまけに女と翔平の写真を兄に転送すると、兄もカンカンになって怒り始めました。だってその女は兄の会社の受付の社員だったんですから。そこで私とパニー、コレタは
翔平が帰ってくるまでの2週間あらゆる手を使って復讐計画を立てました。そして悪びれた様子もなく、何も知らずに普通に帰宅してきた翔平。いえ、カモがネギを背負ってきたと言った方がいいでしょうかね。早速私は問い詰めました。ねえ、本当はどこに行ってたの？私の質問に翔平は持っていたキャリーバッグを放り投げました。出張だって言ってるだろ。ああ、もううるさい。仕事から疲れて帰ってきたってのにうるせえんだよ。そう言うと翔平はお風呂へ逃げていってしまいました。こみ上げてくる悔しさと怒り。しかしここで慌てふためき騒いでしまっては、せっかくの計画が台無し。私は落ち着いて行動しました。ロシアンルーレット&ボルシチレシピについて語る会の副会長さんに言われた通りに、私は翔平のキャリーバッグと上着のポケット、スマホの中身を確認し始めました。すると翔平の欄のみ記入済みの離婚届と婚姻届が出てきたのです。スマホはロックもかけておらず、不倫相手との LINE のやり取りがありました。私も随分と舐められたものです。このクズ旦那はどこまで私を甘く見れば気が済むのでしょうか。さてと、じゃあ制裁いっちゃいますか。絶対に翔平を泣かしてやるからね。私は離婚届を持って近所の市役所にダッシュ提出しました。そうとも知らず風呂で鼻歌を歌っている翔平。翔平が風呂から出る前に帰ってくることができました。翔平は風呂から出ると私にビールとぶっきらぼうに命令してきました。そこで私はビールと一緒に日中友好と関係の歴史を中華料理で勝手に表現する中華鍋クラブのナンバースリーさんに伝授してもらった激辛おつまみを出してやったんです。何も知らない翔平はちょっと笑顔になって言いました。お、おつまみまで用意してくれたわけ。お前もちょっとは旦那の疲れを癒そうって気になったのが、今すぐ素直に謝れば許してやってもいい。おつまみをパクリと口に運んだ瞬間です。翔平が火を吹きました。日中友好と関係の歴史を中華料理で勝手に表現する中華鍋クラブのナンバースリーさんは、こんなの普通あるなんてさらりと言っていましたが、目の前で泣きながら床をのたうち回る翔平を見たら、よっぽど辛いんでしょうね。翔平は洗面所に駆け込みました。そうこうするうちにパニーが家に到着。浮気相手のアミも一緒に連れてきてくれました。洗面所から戻って怒りの表情のパニーと下を向いているアミがいることを知った翔平はびっくり仰天。あ、ちょ、なんで。あたふたとする翔平の姿にアミも事態を悟ったのでしょう。みるみるうちに顔が真っ青になっていきました。よくも嫁と娘がインフルエンザで大変な時に不倫旅行になんて言ってくれちゃったわね、このクズが。ほらよ、持ってけ。私は翔平のキャリーバッグを乱雑に放り投げました。なんだよ。うちに残ってるあんたの荷物、あとそれだけだから。あ、は？どういう意味だよ。残りの荷物はすでにあんたの実家に送ってあるから。あ、どういう意味だ。もう私たちは赤の他人だから離婚届は出してきた。は？冗談じゃない。俺は離婚届なんて書いた覚え。あんたのキャリーバッグの中に離婚届と婚姻届が入ってたじゃないの。大方そこの女に見せて気を引こうとしてたんでしょ。お望み通りさっき出しておいてやったから。そんな。そうそう、婚姻届の方はその女の旦那に届けてもらったから安心して。僕の可愛いマーティン・モンテロールアマンダ・グロスタリー・ジュニアが届けてくれたんだ。は？僕の飼ってる鳩さ、シャキン。ほら、もう一仕事終えてあそこの電柱でレストしてるだろ。ちょっと何してんのよ。どうしよう、旦那にバレたら私やばいのに。するとここでアミが突然思いついたように言いました。私は別にただの暇つぶしだったのね。だから許してよ、こんな男を本気なんかじゃないわよ。アミちゃん、ボクタンが会社へ見学に行った日に一目惚れしちゃいましたってアミちゃんから誘ってきたじゃないか。そんなの嘘だよね。ねえ、ボクタン、アミちゃん。私は背筋がゾッとしました。あん
たがアホそうだったから遊ぶ金出してくれるだろうと思って誘ったに決まってるでしょ。ちょ、アミちゃんひどいよ。ボクタンのこと愛してるって言ったよね。ねえねえ。私は我慢ならず二人を怒鳴りつけました。お前ら二人ともアホだし気持ち悪いんじゃ、黙りやがれ。慰謝料はあなたたち両方からいただきます。それからついでに会社をクビな。会社の車使ってるし会社に迷惑かかってるから。二人とも訴えるから覚悟しとけよ。社長、よくもうちの妹をコケにしてくれたな。俺の妹を傷つけた代償は人生をかけてきっちり払わせてやるからな。えげえ。アミは顔を地面につけて体を丸めて泣き始めました。その隣で愛人化している長平にさらに追い打ちをかけてやりました。ちなみに義実家にもその女の実家にもこのことバラしてあるから。そんなパニコごめん許してくれ。今度は翔平がスライディング土下座を決め込みました。頼むこの通りだよ、ごめんなさい。私は泣く翔平を見下ろしながら吐き捨ててやりました。あんたはもう用なし、クズ消えろ。これにて一件落着、シャキーン。その後兄の計らいでアミと翔平は揃って即クビ。ちなみに慰謝料は二人ともに私とアミの旦那さんの両方から請求されました。翔平とアミはアルバイトを掛け持ちして慰謝料を支払うのがやっとみたい。おかげで毎日昼夜ぶっ通しで働いてるんだとか。不倫の事実を知った友人や家族からも縁を切られたらしく、孤独な生活を送っているそうです。一方の私はマナ娘のパニミと二人で幸せに暮らしています。ねえママ、この前パニーおじさんが今度の日曜日会社のものづくり見学会に来ないかって誘ってくれたの。そうなんだ。保育園の工作で今度カラクリ人形作るって相談したら、カラクリの仕組みのアイデアにつながるかもって。へえ、楽しそうじゃない。でもね、その日来れたおじさんからも伝生探生見学部会にも誘われてるの。は？伝生探生見学部会だよ。伝説の生物を探して生態が研究できるよう願う部活のような会。それはそれで楽しそうね。いじじ、どっちに行こうかな。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。